ぜこんなにも魔獣が。よほど近くに密集してカラントが生えているってことか。この異常事態は対策本部総出で当たるべきだと思ってな。お前らに声をかけに来たってわけだ。何より少しばかり気になることがあってよ。どうしても調べてんだ。わかりました。それでは魔獣を倒しつつカラントを探して進みましょう。カラントの周りに人が。これがお前さんたちの言ってた冒険者たちの抵抗か。いや、彼らはおそらく冒険者じゃない。この周辺に住む狩猟地民か。この花は何があっても切らせない。救世主様のために。私たちが種をまき育てた花だ。何があっても守り抜く。あんたたちが種をまいた。そうだ。救世主様の補佐と名乗る頭巾の男から種をもらって。この使命を果たせば必ずや救われると聞いた。頭巾の男、そいつが救世主メディナの補佐。その補佐ってやつはなんて名乗った。名前は知らない。あなた方には関係ありません。補佐と聞いて思いつくのはあの男しかいません。ハーシリアン。やはり思った通りか。俺はそれが知りたかったのよ。どういうことですか。この衛兵の報告によると、この西帝国ではカラントの量が日に日に増えている。そんで気になって果ての山脈帰りに上空から様子を見に行ったんだ。すると頭巾のやつが種を植えているのを見てな。やはりエルドリエやジュソルバート殿を襲撃した頭巾の男が種を植えている。そして頭巾の男の正体はおそらくハーシリアンだ。ああ、これで確証がつかめたぜ。奴を追わないと。でもその前にこのカラントを何とかしないとな。ですがキリト、ジェネレートアンブラエレメント。なんだ、何も見えない。よし、リネルとフィゼルから預かったのは。キリト、一体何をしているのです。あったあった。リネルとフィゼルから眠り毒を預かってきたんだ。それでもしまたこんなことがあれば使おうと思ってた。まったく、そんな作戦があるなら先に行ってください。相変わらずだな、お前さんは。じゃあカラントを切るよ。少し待っててくれ。お待たせ。それじゃあハーシリアンを探しに行くか。おじさまがここに来たのはそのためだったのですね。ああ、尻尾をつかむためにもお前さんたちに協力してもらおうと思ってな。わかったぜ、ベルクーリさん。それじゃあハーシリアンを探しに行こう。おう、よろしく頼む。やっと見つけたぜ。ディスチャージ。そっちがその気なら俺も容赦しない。
もう頭巾で顔を隠す気もないとは、やはりお前だったのですね、ハーシリアン。貴様、この大罪人が、その醜く浅ましい剣で最高司祭様より賜った衣服に傷をつけるとは許されざる所業。いや、しかしそう悪くはないか。なぜならこの剣は最高司祭様を貫いたものだ。それが私の衣服に触れた。この汚れた私に、あの麗しき死体と魂を貫いたものが触れたのだ。一体何を言ってるんだ。褒めて差し上げましょう。服だけとはいえ、私の新技を切るとは、さすがは薄汚い大罪人。なんと浅ましく愚かで身の程知らずであることか。その蛮勇に応え、ぜひとも生まれたことを後悔するほどの痛みを味わわせてやりたいところですが、あいにく忙しいので相手はできません。お前、メディナに一体何を吹き込んだ。冒険者に何をさせる気だ。質問に全て答えが返ってくると期待するなんて、やはり滞在人は傲慢だな。忙しいと言ったはずです。それでは失礼を。まあまあ、そう言わず、お坊ちゃん、ゆっくりしてけよ。もしや話を聞いていなかったのですか。聞きませんよ。おじさまの剣を弾いた。そんな、私の未来を切るなど馬鹿げたことを考えますね。実に傑作だ。教えて差し上げましょう。私の真意の盾は全ての未来に対しても有効です。真意の盾だと。お前が切ろうとしたものがたとえ未来の私だろうと結果は変わりませんよ。ああ、親切に話しすぎましたね。全くもって古びた騎士人形との会話は疲れる。ディスチャージ。では近いうちの再会を楽しみにしておりますよ。騎士人形に薄汚れた滞在人。まさか俺の攻撃をも弾き返すとはな。未来が切れねえとなると面白いやつだ。おじさま、もしかして少し楽しんでいらっしゃいます。そういうわけじゃねえよ。ただ対策を練る必要があるって感じただけだ。それにしても奴の目的は一体何なんだ。身を集めることなのではないでしょうか。ああ、でもそれならもう自分がわざわざ現れる必要なんてないはずだ。また魔獣が。急ごう。よし、これで終わりか。騎士長、この周辺の地帯にも被害が発生しました。まさか、そこは私の所有する領地だ。貴様、必ずや守り抜くのだぞ。ったく、へいへい、心配なさるなよ、お貴族様方。言われなくとも守ってやるよ。そいつが俺の仕事ってやつだからな。おじさま、なぜこの者たちにそんな言い方を。ジョーちゃん、それじゃあ一応行ってくる。また後で合流しよう。おじさま。アリス、俺たちも残っている魔獣を倒そう。わかりました。お疲れさん。とりあえずこれでどうにかなったか。おじさま、先ほどはなぜあの貴族たちにあんな態度を取ったのです。ああ、逐一反応するだけ面倒だろう。言わせときゃいいのよ。
しかし、あんな侮辱的な態度、騎士長であるおじさまに向かって不敬もいいところです。騎士長っつっても、俺はそんなご大層なご身分じゃねえからな。あのような者たち、助けてやる義務がどこにありますか。最高司祭様は人命を犠牲にする残酷な支配者であり、そして神もこの世界にはいないと分かりました。この世界でおじさまは一体何を信じ、何のために戦っているのですか。ジョーちゃん、俺はよ、この世界の全てを守ることには何も疑問を抱いてねえんだ。しかしそれは最高司祭様がお命じになったことです。それに従うことはまるで、大事な記憶をぶっこ抜かれて人形であることを強要されていた頃と何も変わらない。そう思ってジョーちゃんはどうしたらいいかわからなくなって戸惑っている。そうだよな。おじさまにはお見通しだったということですか。ああ、確かにジョーちゃんの意見は正論だ。平民を苦しめて何の罰も受けずに生きてる貴族たちがいる。そんなことより真に救うべき人がいるんじゃねえのか。俺もジョーちゃんとほとんど同じ意見だ。ではなぜおじさまは全てを守ろうとするのです。あんな者たちまで救って一体何になるのです。それがおじさまの正義なのですか。俺の正義ね。そう言われると難しいんだけどよ。人界を守れ、そう最高司祭殿に命じられてからずっと俺はその責務を果たそうとしてきた。だが最高司祭殿のやり方には何度も疑問を抱いた。我慢できねえほど苛立ったこともあったさ。しかし俺はあのわがままなお姫さんの望みを叶えてやろうとするのは嫌いじゃなかった。今だって憎んじゃいねえよ。あの人を完全悪とは捉えきれねえ。ただ掲げる正義が変わった以上は戦わざるを得ない。それだけだ。それはパイエティなんとやらが決めたもんじゃねえ。俺自身の意思だ。おじさままでシェータ殿と同じようなこと、なぜです。あの人はおじさまの記憶を何度も消した。残酷なシンセサイズの秘技を行った。最高司祭様とは一体おじさまにとって何なのですか。私たち聖号騎士とは一体何なのですか。そうだな、俺は確かにユージオ少年が言った英雄ベルクーリとはすっかり別物になっちまった。でも今こうしてジョーちゃんやらみんなと戦っているのも何もかも含めて現実だ。俺は作られた意識か元々あった意識かなんて大した問題じゃねえと思ってる。そんな、今あるものが全てだ。それに俺は記憶を何度消されようがベルクーリシンセシス1として生きてきた。たとえこれまで信じてきたもんが嘘だったとしても何も変わらねえよ。これまでの歳月や戦いの全てを嘘にできるはずがねえ。だから俺は迷わずこれからも守り続けるんだ。か弱い人々やつくづく愚かな奴がそれぞれに生きている人界をな。それからあのわがままな最高司祭殿を今度こそ眠らせてやるために。おじさまは全て受け入れるのですね。これまでのご自身も何もかも。その上で人界を守るという義務をこれからも果たすというのですか。ああ、それもまた俺の意思だからな。最高司祭殿に命じられたかどうかじゃねえ。俺が守りてえから守るんだ。ジョーちゃんはどうなんだい。ジョーちゃん自身の意思は。私の意思。ああ、ジョーちゃんが言った通りだ。最高司祭殿が決めることでも、ましてや俺が決めることでも何でもない。ジョーちゃんにはジョーちゃんの意思があるはずだろ。しかし私は作り物です。
アリス・ツーベルクではなく、作られた騎士の人格でしかない。その事実は変えようがない。そうかい。でもよ、ジョーちゃんはこれまで生きた6年を何もなかったと否定できるのかい？現に今ジョーちゃんは苦しんで悩んでるじゃねえか。ただのお人形がそんなに苦しむもんなのか？おじさま、俺はやっぱり今のアリスが好きだよ。お前、一緒にセントラルカセドラルの外壁を登ったのも、アドミニストレーターと戦ったのもアリスだ。確かに今のアリスが積み重ねた歳月は、アリス・ツーベルクが生きた時間より短いかもしれない。でもアリスは確かにここにいる。大切な俺の仲間で友達なんだ。その事実も変えようがないぜ。ごめん、余計に泣かせちゃったな。ったく、つくづく罪作りなやつだな、少年は。ベルクーリさんまで。確かに、私はシンセサイズの秘技により、幼少期の記憶も大切な親友との時間も何もかも失った。ですが、騎士として人格を得た。その上で様々なものを見てきた。聖豪騎士の仲間同士で関わり語り合った日々も、確かに今の私が持つ大切な思い出です。そしてこのおせっかいで無鉄砲で破天荒な剣士に出会ったのも。ひどい言われようじゃないか、俺。自分が作られた存在であると知ってからも、私は様々な人に出会い、自分が生きる意味を考えさせられた。私は確かにアリス・シンセシス・サーティとして存在する。人々と関わり、戸惑いながらも生きている。私はとても小さなことにとらわれていたのかもしれません。おじさま、私には確かに自分自身の意志がある。それは最高司祭様によって作られたものなどではない。私はセルカやこの世界の道理によって苦しめられている人々を救いたい。そしてこの世界そのものが最高司祭様や外部のものによって揺るがされるのならば、私はその残酷な行為に反逆したい。それは本当の私が望むことです。その正義は作られたものでも命じられたものでもない。ジョーちゃんらしい言葉だな。誰よりも優しくて強い。おじさま、聖豪騎士にならなければおじさまと出会うこともなかったのですね。ああ、縁つうもんは不思議だな。俺もジョーちゃん見てえな。あ、いや、まあともかく世の中は縁だ、縁。よし、俺は果ての山脈に戻るぜ。おじさま、悪いが、向こうでも奴らの進行を抑える必要があってな。少年、あとは頼んだぞ。なんです、ニヤニヤとしてこちらを見て。私の泣き顔がそんなに珍しいのですか？いや、ほっとしただけだよ。もう行きますよ。了解。アリスの迷いがベルクーリさんと話して少しでも和らいだならよかったな。